ボルトがあんなに熱くなるなんて。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、木ノ葉丸先生は。どうしてそんなこと言えんだよ。じゃあ行ってくる。まあ簡単な任務でございやしたよ。子供の顔を見るまでは。やっちまった。父ちゃん、俺どうしたら。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。修行なんてしねえでも。そうだ、言っとかなきゃなって思ってたんだ。そうだ、言っとかなきゃなって思ってたんだ。どうしてそんなこと言えんだよ。